美術史という言葉は、絵画、建築、彫刻、工芸品など、造形芸術の歴史それを研究する学問の二つの意味で用いられる。後者は、美術史学とも呼ばれる。以下では二の意味の美術史についてもべる。バザーリの肖像、1567年頃広い、意味での美術史的記述は、古代から存在していた。パウサニアスの、ギリシア案内記のような旅行記、 案内記とダイプリニュース、博物史に現れるような芸術家、作品についての記録がそれである。この二つの伝統は中世ヨーロッパにおいても、純芸案内やルネサンス期以降の都市案内記芸術家の伝記などの形をとって存続した。しかし芸術家や作品を明確な歴史意識のもとに記述する試みが登場するのは、一般にルネサンス期、特にバザーリの 芸術家列伝においてとされる。この著作は、列伝の形式を取りながら、全体を時代の流れに沿って三部に分けて、芸術の歴史的発展をも同時に助実している。それぞれの時代に特有の歴史的枠組みが想定されており、この点で最初の体系的な美術史とも呼ばれる。またはザーリは、体系的な図像分析のための基本的技術を確立した。 20世紀のイコノロジー研究の要素を持っていたことも知られており、最初の美術評論家とも呼ばれる。バザーリの研究手法及び列伝の形式はオランダのカレル・バン・マンデル、画家の書などに受け継がれた。様式論とイコノロジーを中心として、分析のための視点や技術を進化させてきた美術史学は20世紀後半になって大きな転換点を迎えた。とりわけ、 巨匠による傑作が主題や表現様式によって時代を隠するカノンとして叙述の中心を占めてきたことに対しては厳しい批判が行われるようになった。さらに傑作、歴史といった概念が西欧世界において規定されており、したがって美術史も西欧の視点に大きく偏っていること、男性中心の社会や文化が生み出した価値観が 作品分析に大きく影響していることが批判された。結果、女性やマイノリティ、非正応世界、労働者階級といった観点からのアプローチが積極的に追求されるようになった。こうした美術史再編の動向は、旧来の美術史の克服を目指すものとして、ニューアートヒストリーとも呼ばれた。T.J. クラークやマイケル・バクサンドール、スベトラーナ・アルパースといった研究者が主導した。 この潮流の中で美術の定義そのものも拡大、変容する。このように旧来の美術史の枠組みそのものの問い直しが活発に進められ、学問の基盤となる概念や研究目的、その方法論と分析資格は現在でも多様化を続けている。ありがとうございます。